どうもお疲れ様です。3月16日の相場解説になります。今日は土曜日なんで、ちょっと振り返りとですね、3月15日金曜日の、動きについてちょっと振り返ってみようかと思います。これ4時間足でお見せしたいのはですね、先々週あたりからなんですけども、こちらの方に横ばいがあって、そして先週ぐーっと落ちてきてですね、先週末に横ばいからこの辺り、上昇するかもねっていうところで終わったわけなんですよね。で、今週は上昇圧力が、あってですね、こちらに下がってきた、ちょっと書きましょうか。こういうふうに下がってきた下落トレンドと、あと転換するべきこのね、横ばいと、左右対称のようにこう上がってくるんではなかろうかっていうのが今週の見通しだったんですけども、見事にね、その通りになったかなっていうところでございます。ですんでね、かなり稼ぎやすい一週間になったよっていうことだったんですけども、これはですね、週が始まる前の見通しでお話した通りです。で、細かく見てみると、土曜日朝3時半の時点でこのような形になってます。で、ちょっと余談と言いますかね、この先の見通しが記事になってましたんで紹介します。これは単なる記事であって、誘導記事とかね、予測の記事ですからね、こうなったわけではないですよってことですよ。日銀のマイナス金利解除へ、賃上げ拡大で17年ぶり利上げって書いてますけども、これ利上げが決まったわけじゃないです。こういうふうな見通しをこの記事を書いた人が言ってるってことなんですよ。でもね、実際に日銀がマイナス金利解除、この2024年にするんではないかなっていうのは、ずっと昨年あたりからね、言われてましたよね。ただ、植田総裁は粘り強く金融緩和を続けていくってことを、報道ではずっと一貫して言っておりました。でも今回、賃上げが拡大した。大手企業、一部の企業です、だけですけどもね、ほとんどの人は賃上げなんてしてないわけですけども、実質的には、なんですかね、所得がどんどん落ちているわけですけどもね。そんな中でも、たった一部の大企業はね、賃上げしてるわけですよ。だからそこだけを取り上げて、賃上げをしてるんだっていうふうに、思い込ましてるのが、岸田総理なんですけどもね、なんともこすい話ですけども。でも、記事に躍るのは結局、財務省の手先である日経新聞がね、こんなことを真っ先に言うわけですよ。賃上げだっていうね。で、そうなると、賃上げは本当はしてないんだけども、全体的には。でも、賃上げっていうことを全面的に言うとね、そしたら、それに合わせて、じゃあ、マイナス金利解除していこうかねっていうふうに日銀が考えるんじゃなかろうかっていうふうな、完全にね、これシナリオなんですよ。現実とはかけ離れたシナリオで、現実とは違った方向に、こう、どんどんね、誘導されていくんですけども、でも結局そうなったらどうなるかってことなんですけども、ここに書いてますけども、金融政策は正常化に向かい、金利のある世界に向かっていくと。ね、長年のゼロ金利がなくなって、これから金利が出てくるよってことです。で、新たな短期金利の誘導目標は、0から0.2%1%案外有力ということで、ほとんど金利が上がるって言っても上がんないじゃないかみたいに感覚があるかもしれませんけども、でもこれでもね、ドル円ってのは誘導されるんですよね。で、中小企業の賃上げ率は4.42%って言いますけどね、中小企業そんなに賃上げしたらとてもじゃないけども潰れちゃうよって話ですよ。だいぶ中小企業ってのはね、赤字を抱えていて、それこそ、コロナの返済もかなり厳しくなってきたりとかね。それから消費税の滞納なんて6割に及んでますからね。そして日銀は18から19日に開く金融政策決定会合。これがだから3、4日後にあります。これがね、だから12週目ですよね。で、マイナス金利政策を解除する見通しになったと。本当かいな。来週はね、マイナス金利解除の報道があるらしいですよ。これアドバルーンを上げてるんでしょうね、きっとね。本当にそうなるかもしれないけども。で、2024年の賃上げ率は5.28%と33年ぶりの高水準となり、2%の物価目標を持続的安定的に達成できる環境を整った。環境は整ったけども、だからといっていきなり賃上げすると元の木阿弥だと思うんですけどね。日銀が政策金利を引き上げるのは07年って書いてますけども、これは2007年以来ってことなのかな。ちょっとここまでしか記事はね、引用されてませんけどね。とにかくこういうニュースがありましたよってことです。その効果はまだ、こちらのチャートの方には出てきてません。で、チャートの方に出てるのはテクニカル的に上昇トレンドがずっと進んでますよってことですね。で、149円台についに突入してしまいました。もう私は今週中にね、12、1週目ですか。16日までに149円まではいかないと思ってたんですけども、148円のね、
70とか80とか、よく言って90のあたり。だからこの辺かなと思ってたんですけども、まあでも大体私の予想通りに行ったかなってことですよね。誤差は10ピップスの間っていうことなんでね。なかなかいいセンスでしょ。これによって週間トレードの方も大きく利益を上げましたし、金曜日の方も、まあ難しい中でもね、金曜日は。今回の金曜日はそんなに難しくない三つ星だよって言ってましたけどもね、大きく利益を取ることができたんじゃなかろうかと思います。ここでちょっとね、肝を冷やしましたけどもね、ぐっとこらえたらね、この幅が取れたってことなんで、この辺の苦悩はもうすでに動画の方でもお伝えしておりますけども、うわーどうかなーと、じりじりと耐えていたら、ドーンと上がったってことですよね。はい。そして昨日の、18時ぐらいだったかな。ね、ありがとうございましたって書いてますけども、3月15日金曜日の私がちょっと多少は今日は20時ぐらいまで残業するかもなって覚悟した時に、18時にね、もうすでに理想的なところまで行ったんですよね、ここまで。148円。830まで。あ、これはもう十分行ったなと思ったんで、ここで利確をして、利確をするとね、やっぱ他の私と同じようなトレーダーも利確したのかもしれないですけども、ちょっと髭を出して下の方にずれたんですよね。でもこっからまたさらに上がるわけなんですけども。まあ理想的なところで利確できたかなっていうところです。まあこれが、あと第11週目のオチということになりますね。金曜日は紆余曲折ありましたけども、結局強い信念で、いや上昇トレンドだと、上昇するはずだと思っていたら本当に上昇したってことでございます。はい、振り返ってみると1週間ずっとですね、この上昇トレンド、ここでちょっと横ばいっぽくなりましたけども、ぐんと上がっていって、結局はこのチャンネルラインが週の頭からイメージできていたんで、まあ、今週は全勝ということでございました。月火というグループと、水木っていうグループと、金曜日。ね。この3つ、大きく取れたかなっていうところでございます。それでは、お疲れ様でした。